それではですね、またセッションが変わって、グループが変わりましたので、初めにチェックインを行っていきたいと思います。皆さん、お名前と、あと、今の、気持ちを一人30秒でお願いいたします。で、それに続いてですね、なぜ、このテーマに参加をしたのかという、こういったとテーマに参加した理由についても、お話できて、していただければというふうに思います。それでは私、まず、運営の方からご紹介させていただきます。グループ2のファシリテーションを担当させていただきます、杉本恵里、えっちゃんと呼んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。で、今回、このテーマを担当させていただきまして、私自身、子供を育てている中に、いろいろな子供がいる中で、自分の子供たちだけじゃない、例えば学校に行けない子たちだったりだとか、そういった子の子たちのこう課題を目の前に感じる中で、やはりもう社会全体を私たちが知ることによって変えていけることがあるんじゃないかなというふうに感じることが最近多くなりました。ので、そういった話を皆さんから聞けることも本日期待して進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、グラレコのトンプさん、お願いいたします。はい、グラフィックレコーダーのトンプと申します。今の気持ちは、そうですね、多分皆さんのアイデアがかなり出てくることだと思いますので、いろいろと大変だと思いますが、記録させていただきます。よろしくお願いいたします。では事務局の森原さん、お願いいたします。はい、事務局の森原です。よろしくお願いします。今の気持ちは、先ほど、第1回と第2回のセッション1と全くバラバラな方たち、塾生の皆さんでのお話し合いだったかと思うんですけど、今回テーマごとということで、ちょっと近しい方たちとのお話でちょっと盛り上がるんじゃないかなということで楽しみにしております。よろしくお願いします。ちょっと確認します。ありがとうございます。それでは、すみません、私の画面から左上からお願いしたいと思います。荒川さん、お願いできますでしょうか。はい、荒川よくと言います。今の気持ちは、前回の、そのいろんな方の話とか聞けて、ちょっと、Zoom も初めてっていうので結構頭がパンクしそうなので、頑張っていきたいと思います。で、この、持続可能なケア社会と助け合いの仕組み作りっていうのに、入ろうと思ったのが、自分が薬剤師をしてて、田舎の方で、やってるんで、こういうテーマの方がケア社会というか、助け合いがやっぱり一番重要になってくるようなところで働いているので、こういう話し合いに参加してみたいなと思いました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは続きまして、小林さん、お願いできますでしょうか。はい、はじめまして、小林です。僕は、有機福祉会というところで、障害者の就労支援を、してます。なので、こういった、テーマに参加させてもらったんですが、障害者って言ったら助けられるっていうことが皆さんのイメージで多いかと思うし、実際にそういうことがあるとは思うんですが、障害者の方でも力になれる社会の役に立てるっていうところもあると思うので、お互いに助け合える、っていうところをベースに、これから発展的に考えれたら考えていけたらなと思っています。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、門田さんでよろしいですか。モンデンです。はい、すいません、モンデンさん。はい、申し訳ございません。はい、モンデンさん、よろしくお願いします。はい、モンデンと言います。発達障害の、ところの仕事についているので、こういう、なんて言うんでしょう、助け合いの場を、こう、継続ってできる場所っていうのがなかなかまだ見つかってないなっていうのがケアの中であるので、それがいいように作れたらなみたいなのを思って参加させてもらいました。お願いします。よろしくお願いいたします。
続きまして杉田さんお願いしますでしょうか。ありがとうございます。広島市立大学国際学部2年の杉田真中と申します。今の気持ちは皆さんはじめまして、あ、森原さん以外皆さんはじめましてだと思いますので、あの皆さんと話できるの楽しみです。このテーマにした理由は、私は今の福山に暮らす外国人の方のために生活に役立つ情報を載けたパンフレットを作ろうと思っていて、でそこでこうやっぱり外国人の人だけじゃなくて日本人にもそういう情報を伝えることで、外国人の人と日本人の人がこう助け合っていけるまちづくりできるんじゃないかなと思っているので、今日はここでこう皆さんと話していく中で、こういうことだったらなんかこう外国人の人に役立つ、あ、こういうことを外国人の人に伝えたらいいんじゃないかとか、こういうこと助けれますとかいうことがあったら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、最後になりますね。はい、内藤さんお願いいたします。よろしくお願いします。私が、まあ、今回この、テーマを選択したのは、あのこの持続可能なケア社会と助け合いっていう仕組みなんですけど、本来なんか日本って多分そういうシステムはそもそもあったんだと思うんですよね。あの昔でいう隣国みたいな、でそういうのが今ちょっとやっぱり希薄になっていて、改めてそういうところを見直されてるのかなっていう気がするんですけど、やっぱりあの皆さん誰でもこう一人一人自我っていうか自分の気持ちがある人が、あのあると思うんですけど、そういう人たちが自分をこうなんかこう表現しつつ、でそれがまた人の助けにもなるみたいなことが可能なのかなっていう緩い感じの考えで参加させていただいてます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの先ほど私、あの内藤さんと同じあのセッション1でも同じで、はい、あのさっきあの話していただいたあのこう自分自身がその主役になるっていう、あの、うん、ヒーローになるっていう考え方が、はい、特にこの、その、そうですね、皆さんの今テーマにされている、ケア社会というところで、本当に必要になってくる考え方なのかなっていうふうに思ったんですけども、うん、もう一回その話共有していただいてもよろしいですか。はい、もうこれすごく有名な言葉なんですけど、アンディ・ウォーホールという画家の方も亡くなってるんですけど、いて、その人の言葉で、人は誰でも生涯のうち15分だけスーパースターになることができるっていう言葉があるんですけども、それでなんかまあ、誰しもこう脚光、まあ、そのスーパースターになるっていうことがどういうことなのか、ちょっとその人自体によると思うんです。どういう形で、脚光を浴びたいかっていうのそれぞれだと思うんですけど、なんかそういうあの思ってるけどあえて口にしない人もいれば、自分が思ってるだけでそれを口にするとか人に伝えるっていうことにあんまりそれが概念にない人とかもいると思うんですけど、なんかそういう人たちが、まあ、でも思ってること単純になんか、人付き合いの中で思ってるだけで何も言わなかったらその関わることもない人たちがいて、でもそこでなんか言葉にすることによってなんか関わりが生まれたり、あと人、あ、ちょっと自分これ助けてって言える、でこれ助けるよって言えるみたいな、そういったことも、まあ、広がっていくのかなっていうふうに実はさっきのセッション1を聞いてて思ってたんですけど、なんかそういう誰しもあのやっぱりなんだろう、自分に課された役割みたいなのを求めてるってあると思うんですよね。まあ、そういうのをなんかそれぞれが探したり、あとお互いこうじゃないって言ってあげられたり、それって結局人をなんかよく見るとか思いやるっていうことになると思うので、なんかそういうことがこう短期間のうちとかじゃなくて、それこそあのずっと持続していけるような社会になれば、おのずと助け合いが達成できるのかなと思ってます。すいません。ありがとうございます。まさしくなんか今日の今回皆さんにこれからセッションで話していくのテーマになっていくことなのかなと思いましたので、うん、ちょっと少しあの追加していただきました。ありがとうございます。うん、はい、ではあのここで続いてですね、まあ、今回の
テーマがですね、まあ、持続可能なケア社会と助け合いの仕組みづくりということで、皆さん今自己紹介をしていただいたんですけれども、このテーマでですね、今各々がですね、チャレンジをしてみたいことですとか、あとやってみたいこと、そういったものを問題、課題を解決していきたい、見たいことなどをそれぞれ持ち時間は3分なんですけども、ちょっと時間は今日人数が、少ない、予定より少ないので、もう少し時間はあるかと思います。5分ぐらいは余裕で取れると思いますので、それぞれお話をしていただきたいというふうに思います。それでは、でその後にですね、まあ、皆さんからこの発言をもとに、おのおのでアイデア出しみたいなことをしていただき、いきたいなというところがありますので、今日の前半に佐藤先生の方から、まあ、ご協力いただきました、まあ、デザイン思考という、とにかくまずはやってみようとか共感とかそういったところを、まあ、意識しながらみんなでアイデア出しができればいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、ですね、荒川さんからお願いできますでしょうか。はい、はい、解決したいことでした。はい、そうですね、はい、このテーマで、まあ、チャレンジでもいいですね、チャレンジをしてみたいことですとか、あと、まあ、やってみたいこと、はい、はい、自分のやってみたいことっていうのが、はい、お医者さんが書いた、カルテとかを、まあ、まあ、この地域とか、まあ、病院とか他の病院とか薬局でもそのカルテを見れるようになったらいいんじゃないかなっていうふうに、思ってますっていうのが、まあ、薬局を利用する方でよく言われるのが待ち時間がすごく長かったとか、もう病院に行くのも、まあ、その、まあ、時間がすごく取られるからしんどいっていう話を聞くので、まあ、薬局ではそういうふうに待ち時間を減らせるようにするためには、カルテを見れるようになったら、まあ、少しでも、まあ、待ち時間が短くなったりすることはできるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、はい、そういう感じです。で、まあ、そもそもその、まあ、自分の仕事をしているのがとても田舎なんで、まあ、おじいちゃんおばあちゃんしか、がほとんどなんですけれども、まあ、福山市の、だと結構お子さんとか、連れてこられるお母さんとかも結構いられるので、おられるんで、こういうのが実現したら、まあ、いろんな方にもメリットになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、以上です。もう少しお伺いしてもよろしいですか。はい、このカルテの、ちょっとすみません、はい、医療上事情にちょっと詳しくないんですけども、カルテの、その共有というのは、具体的に できるものなの、法律的にできるものなんでしょうか、やろうと思えば。もうやってる自治体とかもありまして、長崎市か長崎県かでは、もうできるような形でやってるみたいです。で、私の地元の、山口県岩国市も、まあ、同意を取った、同意をいただいている患者さんの、そのカルテの情報とかは、もう見れるような、システムになっているっていうふうのは、一応聞いたことあります。法律的には、まあ、その同意を得ることができれば実行できるっていう。はい、おそらくそうだと思います。まあ、長崎とかでもまあできてることなんで、それはできるんじゃないかなと、はい、思ってます。ありがとうございます。もし質問などあれば、ぜひ皆さんもからも挙手、発言いただ、まあ、人数が少ないので発言をもうそのままいただいても構いませんので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは続きまして、小林さん、お話しできますでしょうか。はい、僕の方が、どうしてもその障害者のこととかってちょっとなっちゃうっていうか、まあ、仕事的になっちゃうので、あんまりどうしたいとか実現したい解決したいっていうことよりも、
僕自身、そうですね、得意なことというか、タイプ的にこう新しいことを何か作るっていう、ゼロから1を生み出すっていうことよりも、1から10に発展させるっていうことが得意で、そういったところでいろんな人と話をする中で、ゼロから1ができたときに、じゃあそういうのをどんどん発展させて、あ、僕こんなことできるよとか、あ、こんなこと知って、こんな人知ってるからっていうような形で、したいとすれば世の中が良くなるような、こう住みやすい社会が作れるような、ことが、可能になればなって、で、それが最もこう自分の、生活領域であったり、関わりの深いところで、今回のテーマのケアっていうところのことをこう、具体的にっていうよりは、もうホームワーカーとですけど、全体的に、暮らしやすく、住みやすい、社会にできていけたらなっていうのは、思ってます。はい、すいません、抽象的でざっくりしてるんですが、ありがとうございます。例えば具体的にはちょっと難しいかもしれないんですけども、はい、その小林さんが今まで生活されている中で、障害者の方と普段接されていることを通して、こういった、暮らしやすいなとか住みやすいなっていう風なことを感じたエピソードとかってありますか？エピソードというか、やっぱりこう僕ら就労をしてるんですけど、就労ってなるとやっぱり企業さんとつないだりとか、企業さんに就職してもらうっていうことが、大前提になってたんです。でなかなか企業さんの理解が得れなかったり、社長さんは理解してるんだけど現場が理解してないとか、そういうこともやっぱりあって、こう障害っていうのがどうしても高齢者と違って、高齢者って自分たちもなるし、自分たちのおじいちゃんおばあちゃんも関わってるから絶対に興味関心があるんですけど、障害者って関わらない人って一生関わらない分野になるので、やっぱり受け入れてもらえないしっていうのがあったから、まずは知ってもらうっていうことと、そんな変なもんじゃないっていう、普通の人とあまり変わらないので何か特徴があるっていうことだと思って、こう気軽に接することができる場とか環境があれば、そういった人もすごく暮らしやすいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。なかなかそうですね、経営者の方が理解あっても、従業員の方が一緒に作業をするのがまた大変だって思っちゃうんですかね、そういう時は。そう、分からないんですよね。何を、支援したらこの人ができるかっていうのが分からないから、イメージで大変っていう。ただ単に普通のやる人がやるやり方じゃないけど、こっちのやり方してあげたらもうすぐできちゃうよっていうようなことも、その方法がわからないんで、現場からしたら手探りで一から探さないといけないの、普段仕事してるのに大変だよねっていうことなので、そこを支援する人もなかなかいないですし、僕らみたいなのが言ってやるんですけど、僕らは逆にその現場の仕事を知らないので、全部そういうことが言えないっていうところで、なかなかこううまく進まないかなっていうのはあると思います。そこの流れから、やっぱまずは知ってもらうことだっていうところが、そうですね、はい、まず、はい、知ってもらうと、ちょっと見方が変われば全然変わってくるので。ありがとうございます。はい、それでは、モンデンさん、お話お願いできますか？はい。持続可能なケアなんですけれど、
まあ、自分は子ども関係に関わる仕事に就かせてもらってるんですけれど、まあ、小さい子からこうどんどん上がっていくと大人まで、やっぱケアが必要な子って言ったら、こう持続的に見ていかなきゃいけないっていうのもあるんですけれど、そういった方々のその最初のところ、入り口がなかなか見つからないっていうのをよく聞くので、そういった入り口を見つけてあげるというか、入り口がこう、なんだろう、見つけやすいようなところが作れればなっていうのは思っているんですけれど、そこが始まって、あとはこう継続的な流れに結びつけれるような活動ができたらいいのかな、みたいなのはふわっとなんですけど、思っています。なので、その、なんて言うんだろう。最初の、まあ、よく市とかであるのは、1歳半検診とかで、検査しました。ちょっと、なんか、困りそうですよねっていう話を聞いて、じゃあどうすればいいんですかって聞いたら、まあ資料をドンと渡されて、ここら辺に相談してみたらいいんじゃないですかっていう風な形で終わってしまって、お母さん方がまあ一個ずつ手当たり次第にこう駆け巡るよりかは、やっぱちょっとこういう風に言われたんですけど、どっかいいとこないですかみたいな駆け込み寺じゃないですけど、そういうところができたらな、みたいな思っております。こんなざっくりで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。入り口というのは、その、まあ、そういったお子さんをお抱えのお母さんとかが、その、まず一番最初にファーストアクションを起こす場みたいなイメージですかね。そうですね。そう、まあ、そういう方だけじゃなくても、なんか、子育てに困ってるって言ったら、ネウボラに聞いてみようとかっていう風な感じであるような、ああいうところ、まあ、市だけじゃなくても、こう、他にもいろんなところあるんですよっていう、聞ける場所がいっぱいあったら、いろんなところアプローチできるんじゃないかなっていうのを、なんとなく思っております。普段活動されている中で、一番やっぱそこの部分が今、課題になっているというふうに感じていらっしゃるんでしょうか？なんか、そうですね。見っけれない方が結構いらっしゃるみたいで、どうしたらいいんだろうっていうのを聞いたり、で、実際に通われてるお母さんでも、次の子供を産んだ時に、どうしたらよかったっけみたいな形、どこに相談したらいいんだろうって言われたら、ああ、じゃあここがありますよっていう、ちょっとつながってるから行けるけど、知らなかったら、一からまた手探りなのかな、みたいなのを、なんかよく最近感じるなと思っています。ありがとうございます。はい、じゃあ杉田さん、お話をお願いできますか？はい、私は外国人の人がこう日本の人と協力してってさっきも言ったと思うんですけど、その外国人の人が福山で暮らしやすい街づくりをするためのパンフレットを作ることに挑戦しようと思っています。で、まあ、今こうベトナムの方にこの間お話をお伺いしたら、なんか税金とか年金とか保険のことが分かりづらかったり、それ分からなかったらどこに相談していいのかっていうことだったりとか、あとはこう腰が痛かったらどこの病院で、歯が痛かったら歯医者とか、そういうのが分からないから、そういうことを情報が欲しいとか、救急車の番号がわからないとか、就職先を見つけるのが大変とか、なんかこう留学生の方がこうバイト先を見つけるのがとっても大変みたいで、そのもう学校に言われ、生活するために生活費とか学費とか払うために、もうなんて言うんだろう、自分に合ってるかどうかも選ばず、こう学校からもう絶対バイトはしなさいって言われて、バイトを、まあ、どんだけきつくても悪い環境でもやるみたいな、そういうこともあったりとかっていう、そんな状況があるので、その何か困りごとを解決するためにこうパンフレットを通して情報発信するっていうのと、あとはその
やっぱりパンフレットだと限界があると思うので、こう外国人の方結構 Facebook を使ってるみたいで、日本人結構 LINE とか他のなんかツール使うかもしれないんですけど、その Facebook も一緒に今後なんかこう QR コードをパンフレットにつけて、なんかこうこれからも情報発信していくっていうこともできるんじゃないかなっていうふうに思っていて、で最終的な目標としてはそういう外国人の困りごとをに対してこうそういう媒体を使って外国人の方が簡単にそういう情報を得られるような状態になっているっていうのがいいのかなと思って、今はそういう方向でやっていこうかなって思っています。ありがとうございます。なんかあれですね、まあ、全然皆さんと属性は対象されている方の属性が高齢者だったりとか、障害者だったりとか、まあ、発達 お子さん、発達の障害のお子さんだったり、外国人の方って、全然こう対象は違うんですけど、なんとなくこうそのに課題はそのに似てるという言い方はあれかもしれないんですけど、同じようななんか根っこにあるのが、なんか同じような感じをすごく今皆さんの話をちょっと聞いていて思ったんですけども、はい、あ、では続きまして内藤さんお願いできますでしょうか。はい、はい、皆さんすごいやりたいことっていうか具体的なので、なんか私ちょっとなんか場違いだなと思いながらなんか今まで皆さんおっしゃったのって、その今杉本さんもおっしゃったんですけど、具体的じゃないですか、その個々のやりたいことが。で、多分共通してるのは、情報収集の仕方がわからない人がいて、その人にそのどうやったら情報が早く届くか、そういうなんかポータルサイトみたいなのがあったらいいよねみたいな話だったと思うんですよ。多分カルテ以外、カルテのが全部共通、でもカルテのこともそうだったんですけど、だからそれって多分なんか、私、まあ、ラジオ局に働いてるっていうのはあるんですけど、情報って結構たくさんあるんですよね。あちこちに。例えば、まあ、子育て、どうしたらいいかわからないっていうのは、もちろんネウゴラの方とかも、そういう方もうちの局で番組持ってらっしゃったり、あと、ママラジっていう番組があって、その中では、この子育てに関する悩み事とかも、いろいろ聞いて、で、なおかつそれ専門家に話聞いたりとか、そんなんやってたりするので、で、あと、外国、留学生の皆さんのバイト先がなかなかいいところ見つけられるとか、外国人の人が福山市で生活していくのにちょっといろいろちょっとしたことで困るよみたいなのも、そういうの相談に乗ってる団体の方っていらっしゃると思うんですけど、もうそういうのがなんかまあなんだろう、そんなに労せずして欲しいと思ってる情報が必要な人のところにポンっていくシステムがいる、欲しいなって皆さん思ってらっしゃるんだなと思いました。で、そういうのはやっぱりちょっと踏まえて、じゃあ私がどういうことしたいかっていうと、やっぱりそういう情報をなんかこう、欲しいと思った情報をピシッとこう届けてあげられる。例えば、まあ私が今、再三言ってるのはラジオ局に働いてるんですけど、まあそういうなんか、やっぱり我々そのラジオ局っていうのはそういう情報を皆さんに、正確な情報をお届けすることをもっと強くやっていかなきゃいけないんだなっていうふうに思いました。だからそれが、助け合いっていうことの一つにすごくつながると思うし、なんかそういった部分で私ができることを、なんか皆さんに情報を届けるっていうことをやりたいなと今、皆さんのお話を聞いて思いました。はい、ありがとうございます。はい、はい、まさしくなんかそんなような、割ともしかしたら同じ手段というか、まあ、一つの手段で今皆さんが抱えている課題というのが解決の方向に向かうことができるんじゃないかなっていうふうに思いましたし、あと荒川さん そのカルテのところに関しても、まあ、なぜそのこれを実行したいかという話の中に、そのやっぱ待ち時間という、まあ、どうしてもお客様を患者さんをこう長く待たせてしまう、まあ、高齢者とかであると特に
お体が悪い方とか、ね、あの体調が優れない方とかにずっとこう待たせてるっていうような、あの、そういった、まあ、ことが課題感として先ほど挙げられてたんですけども、もしかしたらそれも情報ということで何か解決に、その、まあ、仕組みの、まあ、最初のそのカルテの共有ってところまではすぐに、あの、なかなか難しいかもしれないんですけど、待ち時間のことに対しての他のアプローチみたいなのも、その皆さんが今持っているノウハウで解決できる方法があるんじゃないかなとかっていうふうに思いながらちょっと聞いてはいたんですけども、はい、そうですね。で、ここからそうです、皆さんの今の話を聞いた中でもう少しそのアイデアをもう、あの、深掘りしていきたい、アイデア出しをしていけたらいいなというふうに思うんですけども、どうでしょう、小林さんとかちょっと思うことが、はい、あの、ちょっと話を聞いてて、こう僕らの業界もそうなんですけど、やっぱり、発信力とか、情報を提供するって言った時に、そういうのが不足してる人たちが多いっていうか、そういうところってどうしても資金力がないと思うんです。要はその福祉にしても外国人関係にしても、子供を育てられるそういうところにしても、その相談所を作ればいいと思うんですけど、相談所を作って運営していく資金が どっからも出ないっていうところが、まあ、一番かなと思って、まあ今の話から言ったら、あの、一箇所とか一業種じゃ無理かもしれないんですけど、福祉っていう大きく考えた時に外国人とかそういう人も含めて、そういった総合相談サイトみたいな、のがあって、そこ一箇所やってたら、医療のことだったらここに相談したら解決できますよ、子どもだったらここですよとか、外国人のこういう悩みだったらここですよっていう案内板みたいなのがあれば、逆に、あの、障害を持った子どもとかだったら、これ病院に行けばいいのかな、それとも その障害の方に行けばいいのかな、それとも学校関係に行けばいいのかなっていう、そういうのがよくわからないって言われたりとか、逆に僕の知り合いのお母さんが、障害を持ったお母さんがいるんですけど、相談、市役所に相談をしたら、それは学校にちょっと相談してみてください、で、学校に相談したらそれちょっと病院行ってみてください、病院に行ったらうち年齢そこ対象じゃないので小児科に行ってください、小児科に行ったら、いや、うちその障害見れないんで、あの、障害の専門の精神科に行ってください、精神科に行ったらうち対応してませんとか、もうどこに行ったらいいのみたいな感じだったので、もうそういうのがこうどこだったら何が対応してますよって分かるような、総合的に、もう福祉だけじゃなくて、その外国人の方もやっぱりそういう、あの、同じような課題も抱えられてるだろうし、障害の子どもさんでもやっぱりその年齢が経てば、実際に社会に出るそういう大人の障害者というか、まあ、そういった形にも変化をしていくので、こうみんなが集まって総合的にこう案内所ができたらなっていうのはちょっと今思いました。まあ、そういうのが、あの、アプリとかでもっと簡略化されたりするとさらにいいのかなと思います。もうその内藤さんの話を聞くとですね、まあ、もしかしたらもうそういったようなものの原型のものがもう実はどこかにあって、ただそれがまあ集まっていなかったりだとか、あの、それをこうまとめ上げる方がいらっしゃらなかったりだとか、おのおのでそういった活動を福島の中でもされている方たちをこう収束するそのなんかことがなかったり、あとそのさっき言ったその資金力ですよね、それもやっぱりこう誰かにその存在を知ってもらうためにっていうのはもう、あの、すごくお金が、まあ、例えばテレビ CM とかだとたくさんの人にリーチしますけど、すごく莫大な資金がかかるっていう、まあ、分かりやすいところで言うと、あとその選挙活動とかでもこう人の名前を連呼したりとか人と握手したりとか、もうすごく地道な活動で、お金がない場合はその地道な活動をしていかなければいけないっていうようなところを、その一つ一つがその力を持っていなければ、みんなでまとめてそこをそのお金を出し合ってというか、
なので一つの大きなもので動かしていくっていうのもやはり時にはやっぱりですねその必要になってくるのかなっていうふうに思ってまして、それがやはりこう皆さん その根底にあるものが割とこうに共通する部分がすごく多いから、それこそ総合相談サイトのようなものを今あるものをこうブラッシュアップしていくとか、案内板みたいなものをみんなで作り上げていくっていう動きというのは本当にその町に住む人にとってすごく何ですかね、生命線になっていく活動なんじゃないかなっていうふうに、でそれを内藤さんのラジオで毎回毎回と活用するっていうのも一つだと思うんです。ラジオやっぱり公共的な役割っていうか皆さんの役に立つっていうのが大前提にあるので、お金うんじゃないことってあるなと思うんですけど、ただね、その今皆さんがこういうふうに、こういう情報が欲しいって言ったのって、広報福山っていう、広報誌なんですよね、毎月1回福山市が出してる。なんか月商かな、月月頭になんか新聞折り込みに入ってくるんですけど、それ福山市が出してるやつなんですよね。そこに割とちょこちょこ載ってたりはするんですよ。ただ、今も皆さんが、新聞必ず取ってるわけじゃないし、でも、なんかどっか行ったら多分手に入るっていうものだと思うんですよね。市が出してるもんなんで。だからそれと、あとね、やっぱ皆さん今紙媒体にアクセスするっていうことが少ないんですよね、きっと。だからポータルサイトみたいなの求めてしまうんだけど、そうすると福山市の、ホームページ、これもすごい情報量です。ものすごい情報量が入ってるんだけど、自分の探してる問題解決に至るテキストにたどり着くまでに時間がかかるっていう、それは多分ホームページの構造上の問題だと思うんですけど、そういうのもあるので、なんか逆にそのあたりはその市民側からなんかこういうふうにできないんですかみたいな話をしていって、その多分市の職員の皆さんも試行錯誤されてると思うんですよね。まあ、今これは私の想像だけど、そのことについてお話ししたことはないんですけど、だからそういうのをなんかまあ相談を持ちかけて、やるっていうのも方法としてはあるかなと思います。それだと、まあ、お金はね、かからないから、だからそういうのをなんか求めてらっしゃるのかなと思います。結構やっぱり本をペラペラめくるっていう習慣があんまりなくなって、スマートフォンだとかでこう、パパッとこう検索したらそれにガーンとヒットするみたいなのは、やっぱその、なんていうの、そのすごい短い時間で、解決するっていうことに今皆さん慣れてこられているので、それに対応できるような情報の提供の仕方っていうのが必要なのかなとは思うんですけど、だからまあただ先ほどその小林さんだったのおっしゃってたそのたらい回しですよね。よくあるたらい回し、これを聞きに行ったらそれはあちらですよって言ってぐるぐる回って、結局なんかどこ行くの分かんなかったよみたいなことはありがちなので、なんかそういうのは、まあ、なくしていくとか、それ、まあ、担当者の責任感とか、そういう問題じゃないかなと私は思うんですけど、まあ、なんかね、そういうのは本当に気分がなえると思うので、悩んでる人からすると、解決するべきですよね。そう思います。もうおっしゃる通りで、まさしく今は福山市の取り組みや福山市の方たちがたくさんいらっしゃるので、本当にダイレクトにこう伝えやすい、言いやすい場にあるのかなって。皆さんは本当にその当事者 の, そのつなぎ役というか、その声を上げなくても上げられない人たちのそのと死をこうつなぐハブの役割でいらっしゃるのかなっていうふうに考えたときに、死の方もだから担当の方は本当になんか熱意持って情熱持ってやっておられるんですけど、だからそれがもし万が一、本当にその情報欲しいと思っている人に届いてないんだったら、なんかすごい悲しい話ですよね。だからそういうことがないように、なんかする方法がなんか考えるのも一つかもしれないですね。うん、今の話を聞いて、モンデンさんどうですか？今話を聞いた中で。そうですね。まあ、ホームページ、よく見るんですけれど、すぐ飛べないときは飛べないんです。なので、
それでパソコンが全員が全員得意なわけじゃないので、やっぱりこうやってここの方をクリックするんですよって説明したところでそこにたどり着けなかったりする。そうなった時にこうどううまいこと分かりやすい形にするかなのかなと思いました、うん、なかなかまあいろんなデザインあると思うんですけど、いいのって全員が全員いいのってやっぱないとは思うんですけれど、パソコンが各家庭にないですよね、うん、今の時代。携帯にもでも対応はされているみたいなので、ただそこに本当に情報量が多すぎちゃって自分の、そうですね、でもまあ情報量が多いってことはそれぐらい魅力的な街だっていう、まあ、裏返しでもあるっていうところもあると思うんですけど、そうですね、杉田さんどうですか、まあ、そもそもね外国人の方なので、まあ、こう私もこの今の福山市のホームページが自分の言語じゃないっていうふうに思った瞬間に多分一気に見る気がね、やっぱ失せてしまうだろうなっていう、うん、あのことが多分課題化の一つになるのかなっていうふうに思うんですけど、うん、本当になんかそういうことなのかなって思って、この間ベトナムの方にこれ見たことありますかって言って福山市のホームページ見せたんですけど、まずそもそもあるのを知らなかったみたい でこれこここうやったら翻訳でできますよ見れますよって言って教えてあげたら、なんかへーみたいな感じで、なんか初めて知ったみたいで、やっぱりなんかこうあってもせっかくまとまってるものがあっても見てないんだなっていうか、まだそこまで伝わってないんだなっていうふうに感じました。なのでそれこそ本当にその総合相談サイトみたいなのがあったらすごくいいのかなっていうのと、あとそのサイトとまたその当事者の人をつなぐにはどうしたらいいかなっていうのもすごく悩みどころだなって思います。すごい英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語も対応してるっていう、はい、でも確かにちょっとこう分かりづらいというか、あんまりこうアピールがない、小さいので、もしかしたらここにその海外の方たちがたどり着くのは難しい部分がまだあるのかもしれないですよね。うん、本当にそうか、そうなんですね。どうでしょう。うん、荒川さんどうですか、今の話を聞いていて自身の課題とどうでしょうか。はい、相談したところでこう、まあ、いろいろたらい回しになるっていうのは、まあ、結構とりあえず薬局に何か聞いてみようみたいな感じで、こちらも分からなかったらちょっとあっちに聞いてもらえますかみたいな感じのことをたまに言ってしまうことがあるので、若干その耳が痛いなっていう、はい、ところはあるんですけど、その総合案内版っていうなんかのがすごいいいなと思って、まあとりあえずここに何か聞いとけばこう、まあ、例えばいいところの窓口にこう全部取り継いでくれるような、なんかコンシェルジュじゃないけど、まあ、そういうなんかのがあったらすごくそれはいいんじゃないかなっていうふうに思いました。でちょっと広報福山の話があったと思うんですけど、あれってその新聞取ってないともらえないような、なんか普通にこう家にいてもらええないようなものなんですか、あれって。多分各家庭に配布みたいなことはやってないと思うんですよ。あ、そうなんですね。で新聞と一緒にやってくる、うん、多分新聞折り込みで送っていて、別途新聞取ってない人も欲しいよっていう、なんかこう多分届け出がいるような気がするんですけど、書くと、まあ、別途送ってもらえるっていうような仕組みだったと思います。届け出っていうのは、役所に出すっていう、市役所の情報発信課っていったところが広報
毎月出してるんですけど、基本的には新聞折り込みで入れてて、まあ、ホームページとか LINE とかにも今は流してはいるんですけど、新聞取ってない方で紙媒体を見たいなっていう時は、はい、あの住所とかをあの申請しないといけなかったと思います。このありがとうございます。広報福山の内容が、LINE とかでも見れるようになってるんですか今。 LINE? あの公式の LINE がありまして、はい、LINE でも見れますし、ホームページでも今チャットの方に、広報のポータルサイトは上げてみました。 LINE もちょっと入れときます。確かあれですよね、ホームページから PDF かなんかで見れますよね、全部。本当だ、いっぱい、ニューボラ通信、ニューボラ？ニューボラっていうのはどういう言葉だ？なんかどういう子育てに特化した部門です。はい、ニューボラ。何かそうですね、あのこう今あるものをこうもっと良くしていくっていう、新しくゼロから作るっていうことよりも、何かこう今のものをつなぎ合わせてこう解決できる課題がなんかありそうな、皆さんの話を聞いていて、思いました。そうすることによって、多分その障害 弱者、まあ、弱者の方です、障害、あの、まあ、弱者って言っていいのか、ちょっとあの表現が失礼かもしれないんですけども、まあ、そういった障害をお持ちだったり、何かしらのハードルがある、福山にお住まいの方たちの声がですね、届きやすくなる。こういうところにアクセスをする人が増えれば増えるほど、そういった方たちの声がその届きやすくなるのかなっていう。やっぱ黙ってしまっていると、我慢してその声を上げられない状態にいてしまうと、そこの人がいることすら分かってもらえないという、気づいてもらえないっていうことになってしまうので、何か、まあ、そうです、皆さんの声がその届くような活動というのが、生まれたら本当に素晴らしい取り組みになるんじゃないかなっていうふうに、はい、思いましたね。そうすることによって、その荒川さんが抱えているその課題、そのカルテの共有っていうところも、まあ、実際の現場 の薬をそのもらいに来る方たちの声がたくさん届くことによって、その社会の仕組みを、その福山市の仕組みを変えるってことにもつながっていくのかなっていうところをちょっと皆さんに聞いていて思いました。残り、はいはい、その、はい、皆さん これ知ってます、ケアパネって。あ、反対になってるけど、はい、あ、なってないです、反対に。ケアパネ大丈夫ですか。はい、はい、このケアパネっていうのをうちの、まあ、会社とかで発行してるんですけど、スーパーとかで置いてるんです。で、その中で、そうですね、まあ、いろんな、こう、お困りごとみたいな、見えるかな？映らないですかね。ピントが合ってないですけど、なんとなく。合わないですよね。はい、あ、でも、あ、わかります。はい、なんか、こんな感じで、なんかいろんな、どこに、何を相談したらいいよみたいな、簡単なのは作れるし、作ってて、これは、でも、協賛をいただいて作ってるんです。で、以前、新聞折り込みに入れたりとかしたんですけど、もう莫大なお金がかかって、その、発信しようと思った時に、新聞折り込み1回やったらもう2年間分の予算を使い切ったぐらい、なんですよ。それもちゃんとその各企業さんから協賛で、毎月いくらっていうお金をもらってるんですけど、それでもなかなか、こういうの作って発信するっていうことがこう一社で、なかなか難しいなっていう。なぜかって言ったら、これ困ってる人たち、欲しい人たち
もうお金がやっぱりないからお金の持ってきようがないなって実際あるんですよ。今、こういうものがあって、これをもっとブラッシュアップしていけばいいんですけど、これを継続的にしていくためにはやっぱりお金もいるし、これをブラッシュアップしたところでこれが発信されないとどうしても、この情報自体が 手に届かなくなっちゃう。広報とかも多分一緒なんですけど、広報を作るのに多分お金かかってると思うんですけど、広報の中身がそれぞれに届いてないっていうか、そういうところを、まあ、一元化できて、こうそれぞれで作ってるっていうよりもこう一本化されて、あの資金とかっていうのももうばらけるんじゃなくて、ここを見たらもうあのどんな人でもあの自分の困ってることにたどり着けて相談できるよっていうものがあれば、あのすごくいいのかなと今こう皆さんの話を聞いててちょっと思ったので、なんかやっぱりその根本的に困ってる人たちっていうのはその収入的にもやっぱり厳しいところがあるので、そういう人たちに届くって言ったら、うん、逆にこれ一回ネットで上げたんですけど、逆に今度ネットの方が反響悪いんです。要はネット環境がなかったりとかっていう方たちも結構多くて、でこれを手に取られる人っていうのはやっぱりあの手に取って見る方がいいっていう方が結構おられたので、まあ、やっぱり紙媒体も必要だしネット環境も必要だしって両面からこう行かないといけないなっていうのはこう実感としてあるので、まあ、両方からこういろんな発信の方法っていうところで発信力がやっぱりないと何もならないなっていうのが正直こう僕らがやってて弱いなって、すごく弱いなっていうのはそこですよ。ありがとうございます。そろそろですね、すみません、セッションの2の時間が終わりに近づいてきてるんですけども、ここでどうでしょう、グラレコのトンプさん、今どういったあのグラレコの状況とか共有いただくことできますか？あ、大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱりあのまあ、情報の発信だったりとか、まあ、皆さんやっぱり資金力、まあ、物を作るってことに関しては資金力がいるってところがやっぱりあるので、まあ、今いるものの活用だったりっても、まあ、個人的に私の意見にちょっとあれなんですけれども、物とかも大事なのかなと思いつつ、例えば待ち時間が、例えば荒川さんの話だとカルテって待ち時間が結構ネックっていうのであれば、やはりそこの待ち時間で何かしらのを見れるような工夫とかがあると相談とかいろんなものにつながりが持てるのかなっていうのは書いていきながら感じたりはしていました。そうですね、あとはそうですね、一応まあ見つつ意見とか言ってもらえると修正もいたしますのでいいのかなと思っています。すいません。ありがとうございます。そうですね、やっぱり何かこの皆さんのこう課題をこう総合的に捉えてこう解決していく、あの先ほどの個々ではなくて全体でその面として捉えて活動あの、変えていくっていうことが今日その最初の先生の方から話があったデザイン思考っていうところにつながっていくのかな。このやるか福山市をよりよく住みやすい、心地のいい街にこうしていくっていうふうに、思っている、まあ、皆さんの共通の、ご意見だったと思いますので、何かそういったものを、軸にしながら、課題をこう総合的に変えていける方法を今日は話を聞いていて、なんかそのアイデアと、あと、まあ、今現状とっていうのを教えていただきながら感じることができたのかなっていうふうに思います。
そうですね、そういう意味では関わりしろっていうのはすごくあるんだろうなっていうのは書きながら感じます。まあ、私も書くことがもしかしたらグラレコっていうのも一種の助けになるのかなっていうのを書きながらちょっと感じながら書かせていただきました。